グラフィックスインターチェンジフォーマットとは、コンプやサーブの p i x フォーラムで提唱された画像ファイルフォーマットの一つ。LZW 特許を使用した画像圧縮が可能。一般的に用いられている拡張子は GIF、GIF、または GIF と読まれることもあるが、Oxford Dictionaries USA w o r オ d of the Year 2012に GIF が選出された。 サイのインタビューにおいて設計者のスティーブ・ウィルハイトは、GIF が正しい読み方と述べている。GIF は256色以下の画像を扱うことができる、可逆圧縮形式のファイルフォーマットである。圧縮画像ファイルフォーマットでは、歴史の長いものの一つで、ウェブブラウザでは JPEG と並んで、標準的にサポートされる。圧縮形式の特性上、 同一色が連続する画像の圧縮率が高くなるため、イラストやボタン画像など、使用色数の少ない画像への使用に適している。GIF 企画には1987年6月15日に公開された GIF87A と1990年7月30日に公開された GIF89A の2種類があり。 GIF89R では10日 GIF と GIF アニメーションがサポートされた。現在使われている規格は GIF89R である。GIF フォーマットの著作権はコンプやサーブが所有するが、その利用はライセンスフリーであったため、日本以外でのパソコン通信をはじめとする画像交換の標準フォーマットとして使われていた。ただし、圧縮技術として LZW を使用しているため、口述する特許権の問題が発生した。GIF 画像ファイルには GIF 画像識別文字列が埋め込まれており、画像ファイルの最初の6文字は必ず GIF87A もしくは GIF89R で始まっている。また GIF フォーマットは以下の画像をサポートする。GIF には 以下のような特徴的な拡張が行われており、かつ Web ブ,ブラウザでの表示サポートも比較的良好であることから、これらの機能を利用するために GIF 形式が選択されることも多い。なお、ほとんど用いられることはないが、非可逆圧縮もサポートしている。また、Web サイトを作成する際、1X1 ピクセルの透過 GIF を利用したデザイン調整を行うことがあり、 そのような画像はスペーサー GIF と呼ばれる。GIF はデータ圧縮アルゴリズムとして1984年に発表された LZW を使用しているが、このアルゴリズムについては米ユニシスが特許権を取得していた。この点に関し、ユニシスは当初は GIF における LZW アルゴリズムの利用について利用料を請求しない方針を取っていたが、 GIF フォーマットの利用が広まり、ウェブブラウザで標準的にサポートされるようになると GIF における LZW の利用について利用料を請求する方針に転換した。このことにより GIF 形式をサポートする画像編集ソフトウェアの制作者のみならず、そのソフトウェアを利用して GIF 画像を制作した一般の利用者に対しても 特許使用料が付加される懸念が生じたため GIF 形式の特徴を備えたフリーな代替物として PNG が開発された。米国内では2003年6月20日に LZW の特許が失効し、日本国内でも2004年6月20日に特許が失効した。現在では GIF は自由に使うことのできるフォーマットであると考えられている。そのため、 GIF の利用者は再び増えており、一時的に公開が停止されていた GIF を生成、表示するソフトウェアも再公開されるようになっている。しかし、インターネットの末端接続サービスはすでにブロードバンド主体になっており、また端末であるパソコンの表現能力の飛躍的な向上により、フルカラー対応の圧縮形式の需要が高まり、256色。 までしか対応できない GIF の使用頻度は減少することとなった。また GIF アニメーションの代わりに高画質でギミックを組み込むことのできる Adobe Flash が利用される例もあった。以上の理由から以前より使用頻度は減少傾向にあるものの長年使われてきたファイルフォーマットであり対応しているソフトウェアも多いことから GIF が利用されるケースは 少なくない。特に、バナーと呼ばれる広告表示用の画像は、広告媒体の入行規定により、ファイル容量の上限とともに、ファイル形式を GIF で指定するものも多い。いわゆる柄系では、2008年に日本国内で発売された携帯電話のうち、ドコモの端末では GIF、JPEG が AU およびソフトバンクモバイルの端末では、搭載ブラウザにて、 GIF, JPEG, PNG が利用可能であるなど画像の特性に合わせて GIF も積極的に利用されていた。ありがとうございます。